はい、先ほどね、なんか朝倉未来がですね、クレベル小池っていう人と戦ってたんですね、ライジンで。まあそしたら、まあ、朝倉未来の方が失神して、まあ、負けてしまったっていうことでね、まあ、その瞬間を、まあ、再現してみた感じですかね。はい、いや相手がこれね、相手が結構強すぎたっていうのもあるのかもしれません。でもひょっとしたら朝倉未来の方がなんかそんなに強くなかったとか、まあこのこういう K1 っていうか格闘技はあんまり詳しくはない方なので興味もないしね、まあ言うのもあれなんですけど、まあ朝倉未来自体がそんなにちゃんと練習したのかなっていうのがちょっと疑問に思いますね。はい、まあ朝倉未来よく頑でも朝倉未来はまあよく頑張ったなってまあ思っていますけどね。はい、まあてなわけで雷神で朝倉未来と対バーサスクレベル小池と、まあ、その戦ったんですけど、まあ、ミクルの方が、まあ、失神で、まあ、負けてしまったっていうお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。